クリア川柵は、岩手県森岡市内にあったとされる、不襲の豪族安倍氏の勢力範囲最北の館である。中世から近世には、クリア川、クリア川とも記される。衣川柵、大名戸柵と並び安倍氏の重要拠点であった。同志天正寺町付近にあったとされるが、所在地は広範囲にわたるとも見られ確実な意向は、発見されていない。クリア川柵は、 平安時代の奥六軍のうち、岩手郡に存在した安倍氏の城作の一つで、森岡市の西方にあったと考えられている。その範囲は、現在の通称、立坂伊勢、同志天章寺町から北天章寺町、全九年町まで広域にわたると見られている。河川の合流点付近にあり、約10メートルの断崖絶壁の自然要塞上にあったとも伝えられる。 旧地形では、天然の溶岩を形成する消火栓や沢の痕跡が見られることから、現在相当州寺院の岩修山天正寺のある天正寺が置が所在地として有力視され、同時を中心に広がる里館遺跡がその中核部で、里館遺跡がクリア川柵、北東約800メートルにある安倍間遺跡が大納戸柵として一連の柵を形成したと考えられていた。 1981年以後の推定地域における発掘調査では、里館遺跡も安倍館遺跡も安倍氏の作跡であるという確証は得られず、鎌倉時代以後の工藤氏の上館跡で、里館遺跡は栗谷川館、安倍館遺跡は16世紀の栗谷川城であることが明らかとなってきた。近年、平安時代の弾きや末木、海遊陶器など、河原家、 陶器研究が進化し、安倍氏、清原氏の時代の土器要素が明らかになってきたが、佐渡遺跡及び安倍間遺跡においては、安倍氏時代の土器は確認されていない。森岡市教育委員会などによる、栗屋川地域における2018年までの発掘調査の成果では、同志西青山山丁目の境橋、遺跡、大館町、 稲荷町にまたがる稲荷町遺跡や大新町遺跡、大館町遺跡、小屋塚遺跡、全9年1丁目の宿殿遺跡、上戸4丁目の上戸頭遺跡などから、安倍氏時代にあたる10世紀末 -11 世紀、中頃の弾きなどの遺物や、縦穴住居や掘ったて柱建物などの遺構が、検出されている。また西や大山1丁目の赤掘遺跡では、 同時期の単野移行や端木生産遺構などが見つかっていることから、森岡市教育委員会は、蒸気所遺跡の分布範囲内に、クリア川柵、大名戸柵が存在したことは、ほぼ確実であろうとしている。なお、森岡市、クリア川地区に隣接する、滝沢市大釜地区でも、安倍氏時代の土器を出土する2カ所の遺跡が確認されている。クリア川柵は、安倍より時の次男。 安倍貞党が拠点とした。よって、安倍貞党は、栗屋川次郎を名乗った。永正6年から公平5年にかけての前9年の役において、源の寄地から朝廷軍との最終決戦場となり、安倍氏の勢力はここで滅んだ。安倍氏滅亡後、奥六軍は、清原氏の所領となり、さらに、安倍氏の千代彦欧州藤原氏の支配下となる。岩手軍は、 欧州藤原氏の一族、ひづめが所管したと考えられている。文治5年、源頼朝が欧州藤原氏を討ち、欧州を平定した。頼朝は父祖による安倍氏追悼以来の先例に習い、栗屋川を訪れ、先行のあった工藤幸光を岩手軍事党に任じた。栗屋川工藤氏は栗屋川の地に栗屋川間を築いて、 拠点都市、岩手軍を統治して、岩手殿と呼ばれた。工藤幸光は、伊豆の御家人とされているが、海の国の工藤氏一族という説もある。また、源の頼朝の命により、一体の精神的支柱である岩手山を深刻化した岩修山大権現の大宮寺となり、安倍氏が栗屋川作に祀っていた、祈願書を継承した。阿弥陀、薬師、 観音の再試験を掌握し、名実ともに当地の支配者となった。この祈祷書が現在の総統集団、集山天正寺に相当する。天正寺にはクリア川屋の墳母が現存する。14世紀の南北朝藻乱の際は、北朝方につき、三古南武士により、自投職を停止され、近郊重火村を領地するに至ったが、クリア川氏は、 南北朝季後も有力士族との婚姻を重ね、最終的には南部化の家臣に組み込まれていった。16世紀には現在の安倍館町にクリア川城を築いたが、天正20年の諸城破却令により廃城となった。現在、安倍館遺跡に見られる堀跡は、このクリア川城の遺構であり、工藤氏が司さどった時代のものと考えられている。 北上川と雫石川の合流点以北、現在の森岡駅以北は、かつての栗屋川村であり、旧名で、上栗屋川、下栗屋川に分かれる。なお、森岡城追記の時、五歳園も、かつては栗屋川であったが、北上川改修により、城下に組み入れられた。栗屋川とは、栗屋川策の自然要害となった、雫石川の古名の一つであると考えられる。 雫石川は、反乱が多いため近世では、荒川とも呼ばれた。平家物語研磨などでは、栗屋川とも記されている。前九年の役の後、都へ連行された、安倍宗党に対し、都人は、辺境の者とあざけにけ笑い、梅をかざしてその名を問うたところ、我が国の梅の花とは見たれども大宮人はいかが、遊覧と即座に、歌で答え、 その教養に驚いてしらけてしまったという記述がある。この故事に習い、森岡市出身の東京府知事、安倍博士は安倍官付近の別邸を阿賀を埋めそうと呼んだ。この見学は伊藤博文の記号によるもので、現在は森岡市の原高式年館が所蔵している。ありがとうございます。